はい、こんにちは、パヤです。ピュ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 、今日はですね、7月27日何の日かわかるかな。せーの、ポケモンデーです。おめでとう。2月27日はポケットモンスターのグリーンとレッドが発売した日。その日はなんとポケモンデーなんですね。今日の23時から配信ダイレクトがあるらしくて、私はとっても楽しみでね。今日なんですけど、池袋のサンシャインシティにあるピカチュウスイーツ by ポケモンカフェに行ってきました。イエーイ。お祝いだからね、ケーキを食べようと思ってこちらのスイーツを買ってきました。なんかもぐもぐしながら喋りたいと思います。ではでは、開けてみます。パカ、見て、じゃじゃーん。ちょっとね、持ち運び失敗してちょっといちごとか取れちゃったんだけど、いちごホイップのね、コレーション団子、和装のピカチュウスイーツのピカチュウメス、メス？ピカチュウメスのおもてなし、こしあん入りでございます。尻尾がメスですね。実食。お茶も持ってきました。では食べていきます。かわいい。いちごの生地なのかな、こしあん。あ、色がね、白ホイップ、ピンクホイップ、白ホイップで交互になってます。めちゃめちゃかわいい。ちょっと時間が結構経っちゃったからちょっとしおれてるんだけど、こんな感じ。食べていきます。うん、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 うまっ。うん、めっちゃうまい。なにこれ。これ税込み1個270円なんだけど、もうね、食べた瞬間いちごの匂いがふわっときて、でもちもちした、なんだろう、知らない、お団子だからなんだけど、もちもち感がすごいの。でね、なんか、なんだろう、ほんと、いちご尽くしのです、一口が。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃいいじゃん。今日さ、楽しみ、まず、どんなさ、発表があるんだろうね。うまっ。去年、ポケモンセンター遊びたときさ、グッズ買ったとき、シールもらったの。ポケモンデー2021って。今年は、なんだっけ、ポストカードだったかな、なんかもらえんだよね。なんか毎日1枚ポケモンのイラストが公開されてて、ツイッターで、それのなんかポストカードが今もらえるらしくって、でもオンラインではもらえないんだって。もうめちゃめちゃイラスト全部良くて、お気に入りはね、 XY のそのサイフォンの上に載ってるイラストとか、今日上がってたあのメッションとヤローさんが、あのヤローさんの私らが大先生がダイマックスしてる、もすごく可愛かった。もう本当に行ったばっかだけど、また買わなきゃ、なんか何買おう。もう本当に最高ですね。もういつも楽しみ、ありがとう。でね、お団子を買うと、こんななんか台紙みたいなのもらえて、ここにお団子置いて、映えってできるんだよね。めっちゃいいよね。おしゃれ。で次はこちら。見て、めっちゃもう箱からすでに可愛い。何かというと、日の嵐と皮膚地方の大冒険、天眼山パフェ黒糖味、896円になります。これね、すごいの。もう本当にね、箱すらも可愛いのかと思って、ちょっと開けてみたいと思います。パカッ、いくよ、せーの、ドン。めっちゃ可愛い。見て、これテンション爆上がりでしょ。こんなん、もう可愛すぎる。ちょっと待ってね、こうなって、こうして、こう、うわー、めっちゃ可愛い。ちょっと待ってね。これさ、これ入れるときにね、ポケモンセンターのお姉さんが、カフェの
店員さんがね、このひどはなしちゃんが暴れん坊のひどはなしちゃんなので、ちょっとこちらの紙で固定しますねって言ってくれて、もうね素晴らしいなと思ったよ。もうありがとうございます。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。うわー、天眼ちゃんでも見て、可愛くない？日の嵐ちゃん、もちろん私はね、日の嵐ちゃん、その26周年ということで思い出を語ると、私初めてポケモンしたのが金銀クリスタルの銀なんだよね。でそれで初めて選んだポケモンが日の嵐ちゃんなの。もう本当にそりゃもちろん食べるなら日の嵐ちゃんと思ってこれにしました。本当に可愛い。でも見て、天眼山を表現するのね。でパフェだから、こうなんだろう、シロップじゃなくてスポンジ、クリーム、で黒糖のパウダーかな。めちゃめちゃ可愛い。でこの箱なんだけど、箱もすごく可愛くて、ポケモンカフェのねたくさんのピカチュウたちがめっちゃ可愛い。見て、うわ、バニプッチのアイスだ、超可愛い。大変食べてて気づいたんだけど、エラーになってて動画が撮れてませんでした。日の嵐のケーキめちゃめちゃ美味しかったです。めっちゃ私喋ってたのに、はあ、悲しい。まあ、この箱だけでも見てもらおう。めっちゃ美味しかった。なんか私甘いのあんま好きじゃないんだけど、それでもなんか、なんだろう、ちょっと黒糖だから苦味もあってめちゃめちゃ美味しかったよ。あー悲しい。あ、うわーバカすぎ。うわー取れてなかった、悲しい。美味しかったです、本当に美味しかったです、ありがとうございます。じゃあ箱だけでもみんなに見せるね。こんな感じで、ホイップちゃんのほら飲み物持ってんの、めっちゃ可愛い。あーショック、動画撮れてなかったの。めちゃめちゃ美味しかった。なんかティラミスみたいな味のパフェみたいなケーキでした。めっちゃうまかった。うわー悲しい、悲しみ、うわ悲しい。まあでも美味しかったから嬉しい。はい、大事なところを取れてなかったという大ハプニングだけど、まあケーキを食べて今日のポケモンデーをお祝いできてよかった。なんかいろんな試作を今ポケモンデーに合わせてやってて、でデリバードのなんかなんだっけ、メニューのやつ商品を頼むとデリバードのなんか特別な紙袋で届けてくれたりとか、あとなんかグッズもあったりで、してたデリバードのね、あの袋持ってんじゃん、あれって尻尾なんだよね。もうめちゃめちゃ可愛い。で、あとなんかこの駄菓子屋のなんか MV みたいなのもめちゃめちゃおしゃれでかっこよかったし、もう本当に今週楽しかったです。わー。で23時からね、今日の23時からポケモンプレゼンズ、ポケモンダイレクト、はーマジ楽しみ。何の情報が出るんだろう。でも多分ポケモンなんかさ、言われてんのがブラックホワイトのリメイクとかさ、あとなんかダウンロードコンテンツって言われてるけど、めちゃめちゃ楽しみ。あと名探偵ピカチュウのね、あの完結編も出るらしいのかな。それもすごく楽しみだし、ずっと待ってるポケモンスリープもなんか情報が出るのか出ないのかわかんないけど、すごい楽しみ。あー、あと何が出るんだろう。あー楽しみです。今日は23時楽しみに見たいと思います。ではご視聴ありがとうございました。